これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。感じしないね。音がする。なんだ、休憩か。こっちから鍵がかかってるんだ。開けてあげよっか。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。よかった、エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。はははサービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。あ、おい、なってやがる。誰が。行き先は同じか。行こう。この上ってよ。社長室、その先が屋上だ。待って、この先行ったらもう戻れない。大丈夫だよね。あ、さっきのエレベーターを使えば中央端末までは戻れる。気がかりがあるなら今のうちにな。問題ない。行こう。
プレジデントの野郎どこ行きやがった。セフィロスは。待て、何か聞こえる。誰かいないか。誰かいないか。おい。おい。おい。誰か。助けてくれ。助けてくれ。これは愉快な状況だ。頼む。手だ。限界だ。ああ、それならいくらでも。じゃねえんだよな。助けてくれ。助けてくれ。望みを叶えてやろう。俺の望みはささやかだよ。お前が死ねば9割方出現したも同然。1割の話をしないか。大したもんだぜ。この状況で交渉するつもりか。バレット、やめて。ミッドガル中に放送するんだ。まずあんた自身の口から七番街の真相を伝えてもらおう。それから俺たちの名誉の回復。アバラシは誰の手先でもねえ。星のため、市民のために命を懸けて死と戦う。その俺たちに神羅は屈したと宣言するんだ。なるほど、名誉の回復か。それは重要だな。マコールの停止や星の未来より重要というわけだ。ああ、全部甘いのだよ君ら。真相、名誉、自由、勝利、なんと利己的なことか。しかし神羅なき後の未来像、魔法なき世のビジョン、何もない。つ来るかもしれぬ破滅が回避されたと叫べば、市民たちは惨めな生活を耐え忍ぶと思うのか。正義の執行者気取りはさぞ楽しかろうが、潮時だ。今一度正義とは何かをよく考えたまえ。持ち時間はほとんどないがね。一つ教えてくれ。
てめえの正義は何だ。バカめ、すぐにゴミになる包紙などいらんのだ。重要なのは決断と実行。好機はまずつかめ、邪魔者は即座に排除、やれることは躊躇なく。うわ、
ついていけ。頑張る。救出へ向かう。
だめは死よりも強いか。ありがとう。大丈夫なのか。うん。で、やつは。逃げられた。俺たちもとっとと逃げようぜ。残念だ。危ない。ちょっと死んだ。プレジデントの息子だ。ああ。引くぞ。ああ、バーがいい。シンナをぶっ潰すチャンスだろうが。エアリスを家に返す。俺が時間を稼ぐ。だったら俺も残るぜ。行ってくれ、バレット。頼む。ちっ、あったよ。お前もすぐに来い。
前はソルジャーらしいな。となれば私は雇い主だ。元ソルジャーだ。世話になったな。一人も逃がすな。二人きりだな。細かいことは気にするな。すぐに終わる。遅い、甘い。何？今度こそ二人きりだな。忘れられない夜にしてやろう。ようやく本気か。光栄に思うんだな。力を抜
見せて。まだまだ。勝つのはいいか。不運を恨む。シンナを潰すチャンスらしい。勘違いするなよ。シンナは生まれ変わる。私の手で。あいつらは大丈夫なのか。そんな簡単にくたばる奴らじゃねえ。だからなんだ。クラウド、くそ。おい、助けに行かねえと。おい、なんだ。生きてるか。なんとかね。やるしかねえ。